こんにちは、はるです。今回はつよぽんの新しい主演映画5番切りについて話していきたいと思います。今朝発表になってね、いやちょっと驚きましたね。先日のファンミーティングの時にね、つよぽんがもう次の作品の準備を進めてるみたいな発言があったんですけれども、まあ、それがこの5番切りっていうことでしょうね。一部メディアで5番切りって書いてるところもあるんですけど、まあ、多分これ5番切りですよね。囲碁の5番っていうことだと思うので、まあ、おそらく5番切りと読むんだと思うんですけれども、罠の戦争は最終回を迎えてからの発表とかになるのかなと思ってたら、もうねクランクイン前とかの時点で発表になりましたね。おそらく今月3月中旬とか下旬ぐらいから撮影がスタートするんだとは思うんですけれども、強子の作品がねクランクイン前とかにもう発表になっちゃうのってレアケースだと思うので、これは早く発表があるっていうのはファンとしては嬉しいですよね。作品としては時代劇で、なんかこう仇討ちをするね主人公の役みたいなんですけれども、監督が白石和也監督、まあ、一番有名なのはね心の血シリーズだと思いますけれども、まあ、慎吾くんの凪町とか、最近では死刑に至る病も去年公開になりましたけれども、草なぎ剛と白石和也っていうこの組み合わせにこう盛り上がってる方、ファンとかも多いと思うんですけれども、僕が個人的に盛り上がってるもう一つのポイントとしては、脚本が加藤正人さんっていう方なんですよね。ここがね凪町大好きな僕としてはすごく嬉しいんですよね。白石監督と加藤さんがタッグを組むのは凪町以来2度目っていうことで、僕は白石監督の作品っていうのはまあ結構見てきてはいるんですけれども、なんか一番好きな作品はやっぱ凪町だったりするし、バイオレンス描写とかも少ないので、凪町って人におすすめするのもおすすめしやすいんですよね、凪町って。でまあ孤狼の血なんかも僕はまあ最初見た時すごいいいなとももちろん思ってるんですけど、レベル2とかになるとちょっとなんかこう、まあ、時代的なものとか自分の年齢的なものもあって、ちょっと暴力シーンとかがきついなっていうのもあったし、去年の死刑に至る病っていうのはまあ、評価も一定数されてるんですけれども、やっぱ見た人の感想としてかなりそういった描写がきついっていうのがあったんで、僕は興味はあったんですけれども、やっぱそういうのが自分はちょっと耐えられないような感じになってきたので、スルーしたし、今後も多分見ないと思うんですよね。過激な描写とかをなんかあんまり受け入れられなくなってるっていうのは僕はあるんですけれども、まあ、それ結構世界的にそういうなんかこう流れってあるのかなと思ってて、やっぱ海外の作品とかね、日本の作品とかもそうですけど、やっぱそういった描写を抑えめにする傾向があるなっていうふうに思います。最近ディズニープラスで配信されてるガンニバルっていうね日本のドラマシリーズあるんですけど、これもめちゃくちゃ面白いんですけれども、これもおそらく監督とかがこうそういった描写を抑えめにしてるんですよね。人が人を食べるっていう、人を食う一族っていうのがまあ出てくるんですけれども、そういったのもなるべくこう見やすいぐらいに抑えてくれてるなっていう印象もあったし、海外の作品とかもこう見ててもなんかこうね評価されてる作品とかっていうのもやっぱり抑えめになりつつあるなっていうのはすごく僕自身ここ数年感じてることなので、でそういった時に白石監督、まあ、昔から僕ちょっと好きな監督ではあるんだけれども、孤狼の血レベル2とか死刑に至る病とかを見てると、監督なんかこの時代の流れとかにちゃんとついてこれてるかなとかっていう心配をちょっとしてた監督だったんですよ。でそれが今回は加藤さんが脚本っていうことで、まあ、その辺もクリアしてくれるんじゃないのかなっていう安心材料にも僕はなってるんですよね。5番切りは落語にそういったものがあるらしくて、まあ、それをねこう描く作品なんだと思うんですけれども、まあ、僕自身ね時代劇は苦手っていうのは結構ここのチャンネルとかでも言ってきてるんですけれども、今発表されてるストーリーとか見る限りなんかこう結構見やすい時代劇にはなるのかなとも思うんですよ。まあでもだからといってなんかこうエンタメに振り切らずに、なんかこうちゃんと渋い主人公で見応えのある時代劇に仕上がってくれるんじゃないのかなというふうに思ってます。この脚本がもう3年半前から脚本を何度も何度も練り直してるみたいなコメントもあるんですけれども、まあ、その辺もすごく嬉しいですよね。もちろん脚本っていうのは時間をかければ必ず良くなるっていうことではないとは思うんですけれども、ただやっぱりね時間かけないよりかはかけた方がいい作品になる可能性っていうのは高いと思うので、これだけ時間をかけて脚本を練ってくれてるっていうのもすごく嬉しいポイントですよね。
であとこのオファーをいただいたタイミングとかももうその脚本を書き始めてる3年半前の時点でもう主演が草なぎ剛って決まってる可能性ももちろんありますし、あとこの発表を聞いた時に僕が真っ先にちょっと思い出したのがコロナ禍前の2019年頃だったと思うんですけど、あのアベマのね7人っていう番組に、爆笑問題のお二人が来てくれた時にその爆笑問題のラジオに数日前多分白石監督がゲストで来られたんだと思うんですよね。でその数日後に7人に2人が出た時になんか白石監督が剛くんにもよろしくねって言ってたっていうのを、田中さんが言ってたと思うんですよ。それ聞いた時にあれって思ったんですよね。いや白石監督と親交があるのはなぎまちを一緒にやってる慎吾くんなのになんで強っぽんにこういうふうに言ってるんだろうっていうふうに思って、それを聞いた時にあ近いうちに強っぽんと監督で映画とかやるんだろうなっていうふうに期待してたんですよ。でもそこからね何ヶ月経っても発表とかなかったんで、あれはなんか別のね勘違いというか特に深い意味とかなかったのかなと思ってたんですけれども、まあ、今朝の発表を聞いてねやっぱりあの時ってそういうことだったんだってもうあの時点で多分決まってたんでしょうね。あのシーンがね僕なんかすごいもう覚えてて、あれはもう4年近く前とかだと思うので多分もうその時点でもう決まってたと思うんで、脚本も強ぽんへの当て書きっていうことだと思います。ここでまた一つ考えられることとしては、スマップファン、強ポンファンとしては、もうこの作品が3年以上前に来てるオファーっていうことが結構重要で、強ポンっていうのはミッドナイトスワンでね、もちろんすごく評価がまた一段と高くなって、あの作品を見たいろんな監督とかプロデューサーとか映画関係者の人とかが草なぎ剛で映画を撮りたいっていうふうに思ってくれた方って結構いると思うんですよ。で、そういった人たちのオファーが実現するの、そういった作品が発表になるのってまだまだこれからなんだなっていうふうに想像できますよね。これがもう3年前4年前とかの作品、オファーが来てる作品がようやくクランクインを迎えるっていうことなので、まあ、これからね強ぽんはもうバンバン映画のオファーとか来るんじゃないでしょうかね。僕としてもやっぱり強ぽんには映画をたくさんやってほしいんですよ。その理由としてはまず舞台っていうのは見れる人の数が圧倒的に少ないし基本的に映像として残らないんですよね。その2つがやっぱ舞台よりも映像作品をやってほしいっていう僕の理由の2つなんですけれども、あとは民放のドラマね、今罠の戦争やってますけれども、やっぱ僕から言わせると、まあ、罠の戦争もそうですが民放のドラマって、まあ、単純にクオリティがそんなに高くないんですよね。あと映画の方が、まあ、世界的な海外の、ね、映画賞とかをもし取ったりとかした時に世界中の人により見てもらいやすいっていうのも映画だと思うんですよね。なので僕としては映画とあとはネットフリックスとかディズニープラスとかの配信系の作品、この2つをもう強く今のうちにバンバンやってくれよっていう思いがすごく強いんですよ。強ぽんももうすぐね50代に突入しますから、なんかこうまだまだ元気なうちにね本当に一つでも多くの映画とかねそういったクオリティの高い映像作品を残してほしいなとも思うし、まあ、本当に世界的なねムービースターとかになる可能性も秘めてる人だと僕は思ってるので、まあ、今回こういった映画が発表一つ発表になりましたけれども、この先もね映画バン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 やってほしいなっていうふうに思ってます。ミッドナイトスワン以降のねオファーっていうのはこれからどんどん作品発表になっていくと思うんですけれども、僕としてはしばらく舞台は控えていいから、もう今年来年とかは映画バン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 撮ってもらって年に2本ぐらい毎年公開されたらいいなとも正直思ってます。この作品の公開時期っていうのが2024年っていうふうに発表になってるんですけれども、まあ、おそらくその映画っていうのは撮影時期の大体1年後とかに公開日っていうのが多いので、この作品もおそらく2024年の、まあ、一番早くて1月ですけれども、1月から3月ぐらいだというふうに予想します。なんかこういう時代劇ってね、結構1月とか2月に公開されがちだなっていうのは正直印象としてあるので、なんかこう1月2月って正直そんなに大作が公開されないんで小さめの作品が多いんですよ。で時代劇、まあ、これも配給が機能フィルムズっていうのもあるし、あと時代劇っていうのはもう正直ね客入りってあんまり期待できない、まあ、小さな作品っていうのが多いので、結構1月2月の公開の可能性が高いんじゃないのかなというふうに予想してます。
ミッドナイトスワンが2020年の9月の公開だったので、まあ、あれだけね、あれだけのすごい演技をして賞とかもたくさん取った人の主演映画が約3年半ぶりっていうことですよね。3年半なかったっていうのを考えるとやっぱそこはちょっともったいないなっていう気はするんですよ。まあ、その間にもサバ缶とかもあったし、舞台とかドラマとかももちろんあるんですけれども、やっぱり映画をねたくさんやってほしいなっていうふうには思いますね。あと僕としてはやっぱミッドナイトスワンってね、もちろんすごくいい作品だと僕は思ってるんですけれども、ただやっぱりこう終盤の展開とかね、主人公の描き方みたいなのが、まあ、ちょっとねんって思うところもやっぱりあるので、正直なんかこう万人にこうおすすめできる作品でもないので、なんかもっとねミッドナイトスワンに代わる草なぎ剛のすごい代表作みたいなものをやっぱ今後ね生み出してほしいので、やっぱ映画ねたくさんやってほしいなっていうふうに思います。強子の時代劇っていうと2009年のバラット以来15年ぶりになるんですかね。まああれはクレヨンしんちゃんが原作で、まあ単純なこう時代劇っていうのもちょっと違うんですけれども、ただあの頃のね強ぽんより今の年齢重ねた強ぽんの方が時代劇とかも似合うだろうし、なんか今回のね役の設定とかを見る限りなんかすごくぴったりな気もするんですよね。で多分脚本も当て書きだと思うので、まあ、かなりハマり役になるんじゃないのかなと期待してます。まあ、本当にいい作品であってね、また賞とかも取れたらいいなとも思うんですけれども、まあ、一つね気が早いですけれども、一つの懸念点としては毎年1月から3月ぐらいに公開される映画っていい作品だったとしても年末の賞レースとかで結構忘れがちみたいなことって結構あると思うんで、まあ、もしね2024年の1月から3月ぐらいの公開だったらその年の賞レースとかにはちょっと絡みにくい可能性もあるかもしれないですね。多分撮影時期としては今月3月からクランクインして、多分5月、まあ、ゴールデンウィークの前後ぐらいまでは多分かかるんではないでしょうかね。最近の新しい地図の作品って大体1ヶ月ぐらいで撮ることが多いと思うんですけれども、時代劇なんでちょっとね時間とか手間とかもかかるのかなというふうに予想してます。なので2ヶ月近くかかるかもしれないですね。時代劇ってね結構大変なイメージがあるので、まあそのファンミーティングとかもまだ残ってるんで、まあ、ちょっとかなり忙しいとは思うんですけれども、体とかに気をつけてね撮影頑張ってほしいなっていうふうに思います。この作品見れるのも、まあ、約1年後とかになるんで、まあ、まだまだ長いなとは思うんですけれども、いろんなね続報とかもあると思うんで、それを楽しみに待ちたいと思います。本日の動画は以上となります。皆さんの感想などあればコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。高評価とチャンネル登録もよかったらお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。